ボローニャは28日、スペツヤのスウェーデン代表 DF エミール・ホルム24を完全遺跡で獲得したことを発表した。ホルムは母国のヨーテボリの下部組織育ちで、デンマークのスナユスケから2021年8月にスペツヤに完全遺跡で加入した。そのままスナユスケへとレンタルバック。 2023年8月にはアタランタへとレンタル移籍していた。アタランタではセリエアーで22試合に出場し1ゴール3アシスト。ヨーロッパリーグ EL でも7試合に出場し優勝に貢献していた。ミニサイドハーフ、ミニサイドバックでプレーするホルムはスウェーデン代表としても8試合に出場している。 優れた身体能力を武器に、ハードなタックル、優れたポジショニングが特徴。空中戦も得意としており、サイドの守備に引い出ている。また、攻撃面もクロスを得意とし、ドリブル突破も見せ、足元の技術には自信を持っているサイドバックだ。